長沢博明8月19日隊は、日本の政治家、東京都出身、公明党機関支局政治部副部長、衆議院議員、参議院議員、公明党参議院国会対策委員長、復興副大臣などを歴任した。1971年3月、板橋区立板橋第四小学校を卒業した。1974年3月、 板橋区立加賀中学校を卒業した。その後、東京工業大学工学部附属工業高等学校の建築家に進学した。1977年3月、東京工業大学工学部附属工業高等学校を卒業した。その後、東洋大学の社会学部に進学した。1983年3月、東洋大学を卒業した。 1983年4月、公明党機関支局が発行する、公明新聞の記者となる。1995年10月から政治部副部長を務める。2003年10月、公明新聞を退局した。2017年4月8日、町、奈美、マルシェにて、内閣総理大臣、安倍晋三、復興大臣、今村雅宏と2003年11月、 第43回衆議院議員総選挙にて、比例代表北関東ブロックから公明党公認で立候補し初当選を果たす。しかし、2005年8月の第44回衆議院議員総選挙では、比例代表北関東ブロックから公明党公認で立候補し落選した。さらに、2009年8月の第45回衆議院議員総選挙では、 比例代表北関東ブロックから公明党公認で立候補し落選した。2010年2月、第22回参議院議員通常選挙の比例区の公明党公認候補として発表される。同年7月、第22回参議院議員通常選挙比例区で当選し、国政復帰を果たした。2013年8月、公明党参議院国会対策委員長に就任した。 2016年7月の第24回参議院議員通常選挙では比例区で再選を果たした。2016年8月、第3次安倍第二次改造内閣で復興副大臣に就任した。しかし、2017年9月、第3者の女性に議員宿舎の鍵を対応し宿泊させたことで週刊誌に取材を受け、これを理由として26日に公明党に 離党届を提出の上、参議院議員の辞職願いを、立てただかず参議院議長に提出し、受理された。同時に復興副大臣を辞職した。これにより、竹内真嗣が繰り上げ当選。2017年4月8日、町、奈美、マルシェにて、内閣総理大臣、安倍晋三、復興大臣、今村雅宏と選択的夫婦別姓制度導入に賛成。趣味は、 スポーツ観戦、読書、愛読書は、龍馬が行く。2017年8月7日、第3次安倍第3次改造内閣の副大臣、事例交付後の記念撮影にて、ありがとうございます。